写真拡大。ソフトバンクは7日、入木優作3軍投手コーチ、飯田哲也3軍外野守備走塁コーチが今季限りで退団することになったと発表した。入木氏は現役時代に巨人、日本ハム、横浜でプレー。2015年からソフトバンクのコーチに就任していた。飯田氏はヤクルト、楽天でプレーし、2007年からヤクルトでコーチに。ソフトバンクでは2015年から1軍外野守備走塁コーチ、2軍打撃コーチを務めていた。フルカウント編集。